まずね、ちょっと名前とんでもな、G 家族なんだけど、あの、言ってはならない、あの、魔法の虫の家族なんだけど。なにこれ、なにこれ、ちょっと待って。私たち家族は毎日あなたのクローゼットの隅から配信を見ています。あなたの純真な人柄と素敵な声が大好きです。いつまでも応援していますよ。そういえば最近食べ物が手に入らなくなったな。あなたのクローゼットの前にクッキーを置いていただければ嬉しいです。はざまんちは、多分住めないよ。うん、はざまんちはね、多分住めないと思う。あのね、じいちゃんは、隠れられる場所に、がないと、住めないよ。そう。じいちゃんね。そう。やつらはね、隠れるスペースがないと住めないわけよ。わかるでござるか。はざまんちを見て。相当物ないよ。え、だってね、ベッドの下とか何もほとんど置いてないでござるから、下覗いたらね、向こう側の壁見えるでござるよ。でも、毎日掃除機で下掃除機かけてるしな。住めるとこがない。クローゼットの中なんか、何もないよ。え、あのね、本当に何もない。風も入れる、クローゼットの中に。体育座りもできれば普通に直立もできちゃうぐらい何もない。排水口毎日掃除してるよ。綺麗好きってわけじゃないんだけど、なんかあの、風呂入った後にさ、まあ、ほら、髪の毛とかさ、拾ってるよ。詰まって掃除めんどくさいの嫌だから。なんか、毎日ちょっとずつ拾っとけば、掃除しなくていいじゃん。めんどくさいから。ってことでね、多分住めないです。かわいそうに。ごめんな。クッキー置いといても多分、風間ちゃん、風間ちゃん住めないんだ。ごめんな。風間もちょっとあんま得意な虫ではないけど。ごめんな。住めないんだ。やめてくれ。でもスーパーチャットありがとう。大事にするよ。そのスーパーチャット。ありがとうございます。センキュースーパーチャットでござる。